しばらく使ってみた感想をご紹介します。どうもサックです。ちょっと前の動画でプレルジャパンさんのマイクロバブルシャワーのキットをご紹介しましたけれども、1ヶ月ぐらい経ってきたので正直な感想っていうところをご紹介してみようと思います。なのでこの動画、マイクロバブルシャワーを検討しているとか興味あるなっていう人にとって参考になれば幸いでございます。プレルジャパンさんのマイクロバブルシャワーキットっていうのが、1分間で約5億4000万個以上のマイクロバブル、ちっちゃい泡っていうのを発生させるシャワーキットになってるんですね。その特徴というのが、シャワーヘッドプラスバブルタンクっていうものがあって、それを併用することによってすごいきめ細かいねマイクロバブルで肌に負担なく洗浄力の高い洗い方ができますよというようなものになってます。主な特徴とかどんな人におすすめなのかっていう細かい点については別の動画で上げてますので、ぜひそちらを最初にご覧ください。じゃあ実際使ってみてどうなんでしたっていう話なんだけれども、結論個人的にはすごくいい効果があるんじゃないかなと思いました。かなり変わったなっていうところとしては、お風呂後のポカポカの持続というか保温効果っていう部分がすごくね変わったんじゃないかなっていうイメージを持っています。どうしてもね感覚値であるし、個人的な感想、個人差もあるとは思うんで一概には言えないとは思うんだけれども、明らかに以前使ってたシャワーヘッドとかに比べると、そのポカポカさ、変わらずの保温の持続っていうのはすごく感じられるようになりましたね。最近湯船組む時とかはマイクロバブルシャワーヘッドを出した状態で、そのシャワーヘッドをもう浴槽に突っ込んだ状態でお湯を沸かすようにしてるんですね。まあ蛇口からやるっていうのもできるんですけど、その蛇口の場合だとマイクロバブルシャワーキットをこう通らないから、マイクロバブル特有のお湯にならないんでね。なのでそのシャワーヘッドから出る水で湯船を張るんですけれども、やっぱそれを入るとなおさらポカポカ具合が違うんじゃないかなっていう正直な感想としてあります。次に高い洗浄効果っていうところなんですけれども、よくこう CM とかでやってるこうマジックとか油性ペンとかでやって、こう汚れがどれぐらい落ちるのかっていうのをまあなんとなく個人でやってみたんですけれども、油性用マジックをこうそのままずっと当て続けて指でサッて一回やると全部落ちるみたいなっていうのはなかったんですね。例えばシャンプーの時とか細い線の水がこう結構気持ちよく当たったりするので、毛穴の奥までこうがっつり現れてるなみたいなイメージっていうのは感覚ではありますね。他にもプレートですね、水圧のプレートがすごく気持ちいいっていうのがあります。個人的には細くて強い線、水圧っていうのは好きなので、すごく心地よくて、シャンプーする時とかはねすごく頭マッサージみたいな感じになるんで、すごくいいかなと思いました。あとはその止水ストッパーみたいなのがあるところですね。シャワーヘッドのところにねこうボタンプチって押すとお湯が止まるっていうところがあるので、ただでさえ節水効果があるプラス止水ストッパーでお湯を垂れ流しにするっていうのを止めることができるので、とても便利かなと思いました。あとはその塩素除去とか、その浄水フィルターの役割っていうのが改めてね、いいかなって思いました。浄水カートリッジの部分に関しては、その汚れが目に見えるので、実際にやっぱ使っていくとカートリッジに黒い点々点とかついていたりとかして、まあそのね、水道から、蛇口から来る汚れっていうのをね、キャッチしてるんだなっていう、目に見える仕組みっていうのがすごくね、見てて気持ちいいかなと思います。まあ、でもこう真っ黒になってくると、浄水カートリッジそろそろね、切り替えかなとか取り替えかなとか、目安にもなりやすいので、そこはすごく助かるなと思いました。まああと値段なんですけれども、まあ、約2万円ほどで買えるんですが、他のねなんかこう高級なマイクロバブルシャワーヘッドと比較すると、まあ、リーズナブルな値段にはなってるのかなと思いました。まあ性能の面に関してもマイクロバブルの多さとか、あと洗浄効果っていうのは、まあ本当にねこれは体感差なんで、めちゃくちゃ汚れてる時とかにどれくらい綺麗になるかみたいな、そういった実験とかはしていないのでわからないんですけれども、まあ高い洗浄効果っていうのはもちろんあるとは思いますし、まあやっぱ保温の効果ですね、ポカポカするのがすごく魅力的なんじゃないかなと思うんで、他のマイクロバブルシャワーとこう比較したことがないので一概には言えないんですけれども、まあ値段に対するそのパフォーマンス、コストパフォーマンスとしてはすごく魅力的なんじゃないかなとは正直に思います。気になる点としては、バブルタンクのその今壁に取り付けてるんですけれども、掃除するっていう手間がやっぱ増えたっていうところがありますかね。かといってそんなにすごい汚れたりするってことではないんだけれども、まあ多分ずっと使っていくとね、設置する面とかのぬめりとか出てくるので、多分そういったお掃除っていう点ではね、ほんの少しだけだけど手間がかかるのかなと思いましたね。はい、ということで今回はですね、マイクロバブルシャワーキットをですね、約1ヶ月使ってみた感想っていうのをご紹介しました。で、まだまだね、こう、日本にこう、これからいろんなところで発売されていくんじゃないかなとは思うので、まあ本当にね、興味ある方は動画概要欄に公式サイトをリンク貼っておきますので、ぜひ見てください。もし参考になったら、いいねですとか、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。